さあ B サイトの中粘るのは桜井そしてブロフェルド、中にいるのは分かってると思いますが、しっかり裏を取った、ソルダー回せる、ここはブロフェルドシフトを落としていきます。これシュガーゼロがいい位置取ってますね。ワンキル取ってさらに人数有利つきましたよ。マーケットからフラックス挟まれる形になりました。もちろん警戒されています。フラックスチームは変わってもマッスルメモリーは健在です。まあ非常に高いヘッドショット率を誇るプレイヤーですからね。アクイラフラックスでのリテイク、サイト内リコンボルトは映りませんでした。あ、いいピーク、勝負は仕掛ける。残ったのはフラックス、 B メインもかなり警戒している様子。ここはパラノイア温存の判断、温存ですね。最後はテン選手、サイト中メインがファーストブラッド、やられる手前のシュッツ、ここはメイン。いやーこれメイがキルを取ってさらに設置もしたらね、かなり次のラウンドナイトバックが期待されます。さあ B メイン守っているのは天、重なったところ、うん、桜井がジャンプ打ち天を落とします。ただ唯一ゴーストを持っているソルダム選手、アッセルとアッセル、イメイプッシュ、メイのクアドラ、これでアルティメットが上がった。ライトバックを使わせることに成功しました、ね、ヘッサード。ただリテイクの形はどうするのか、このソルダムのポジション、そしてアステルのワンウェイ、あこれ時間稼ぎしてメイが大回りしてショートからの裏、さらにこう裏取りを仕掛ける、ね、ワンウェイ切れて、ここはソルダム抜いていく。いやこれ時間稼いでる間にメイが裏取りしてますよ。A ショートシュガーゼロ飛び出る、メイダーダブルキル、裏からメイダー、ソルダムキルを取っている、残ったのヘム、落としていくソルダム、ノーセプション、不安視されていましたけれども、まあ間もない中でよくあれだけいけたなと思いますけどね。 B メインガイディングライトでの勝負、そこにはカーボール、アビリティ交換ですね。桜井詰めていましたがそこにはソルダム、ここだ。今までノーセプションはかなり早い攻めというのを得意としていましたが、うこういうふうに攻め待ちを詰め待ちをするというのはあまり見ませんでしたね。この数ヶ月の間でね練習を行ってきたでしょうから、前回はそれこそね力強さでラウンドは取れても、最終的にはその自分たちが同じ動きをしすぎていたせいでファブに対策されてしまったという負け方がありましたからね。完璧な対策でしたからね、うん、ファブゲーミングは。ただそれはねおっしゃっていただいたように発足して間もない大会だったので、はい、今回は十分に時間がありました。まあ、やはり大会では足りなかった手札というのもこういったところで強化してきました。シュガーゼロ、ファーストブラッド、そしてメイト、ソルダムのエントリー、いや、アクイラ、ここは A ショート、スモークを抜けてシュガーゼロを落としました。ただ A サイトを取ってからのこの配置、苦しいのには変わりないですね。いやこのヘブンのワンウェイ消しというのが非常に厄介です。いやこれがある限りはちょっと攻めにくいですよね。そしてメインも無理はしません。パラノイアを食らっているソルダム、クラウドバーストでショートの進行を阻害。いやここはブロフェルド、ソルダムを落としている、ヘブンした、ターゲットだ。アクイラがメインを落としますが最後は10、いや勝負を仕掛けるガイディングライト、シュッツ桜井上下の攻防。いやー相場を落としたことによってちょっとこう攻めが難しくなります。 B メインのダブルキル、テン、そしてアステルが落とされます。これ唯一ミッドを開けているので危ないところではあるんですけど、シュッツがかなりこう引き目でスポーン抜けだけをこうピークで確認している状態ですね。ああシーカー切りましたね。このシーカーで A に行かざるを得ません。ただ A にはストラップファイヤー、いや超えていく、上からソルダム、どうでしょう、この人数差だとソルダムはもう勝負に行って削りに行くしかないかなというのが。ここは右クリック、まずは1人、うわー出ていく、右クリックの精度が違う、テールウィンドも上がっています。ここは桜井見えたかな。さあジェット対決どうだ、残りはソルダム、おお抑え切った、アクイラのいいカバーが入りましたね。さすがにワンオスリークラッチとはなりません。さあもう B に行くしかありません。テルウィンドエントリー、桜井
サイト中で粘れるか。天下出を落としているファーストブラッド、さらにはソルダム、ロアからだ。シュガーゼロアッパー、お互いがキルを取っている。いやこれは3人でも守れなかった。5人生存での B プラント、ここはさすがにセーブの判断。突破力、突破力ですね。タイミングの合わせ方がかなりうまいですよね。まあ正直ポジション的に、なんだろうな、あの桜井のところも B のちょっと後ろめのポジションだったじゃないですか、はい、メインから来られたら対応しやすいんですけど、あのスピードでマーケットから入られるとどうしてもちょっとこう抑えるのが難しいポジションにいたので、中に引き入れるしかなかったんですよね。なのでシュッツのカバーを間に合わせることがうまくできなかったと思います。エメインプロフェルト、ジャンプをしていましたがメイは落とされます。狩りに行きますね。ましたがエコラウンド、ショックボルト、いいダメージが入ってる。外敵ライトの勝負、ここはメイ見えてないけど倒した。弾の挙動がとんでもないことになっていました。斜め下に飛んでましたからね。さあスポーンガイアホットハンド抜けていきます。ここはシュガーゼロのカバーが入る。さらには最強ブロムザシャドウに対してもメイ、あまりにも早すぎてブロムザシャドウでの寄りが間に合いませんでした。いやーバレた。もちろん狩りに行きます。メイのライトバック上がりましたね。なんだ、A プッシュ成功してしまう。まあワイヤーをライトバックで無効化することができましたからね。サイト内のワイヤーは残っていますが苦しい状態が続いていますね。おそこで行く、ソルダム、ソルダムヘブに対しても圧力をかけていきます。ウラックスダブルキル、だがそこはメイが抑える。残り1、いやアクエラシェットをキルを取っているぞ。残ったのはワンオスリー。エメインスモークの晴れ日はシュッツが得意のフィジカルで押していける状態。勝負を仕掛ける桜井、今日も桜井、桜井タイム。ここでの勝負、苦しい時の桜井、さらにはガイディングライト、いやここは天が処理します。2人でしっかりとカバーし合ってましたね。桜井も残り HP が少ない状態、回復してもらえるスカイは倒されてしまいましたからね。さあここはどこにいるか分かってるぜ。このタイミングでのニューラルセフト、いやこれ嫌なニューラルセフトですね。エクサードとしてはかなり、いやここはあえてポジションを変えない選択を取りますか。 A メインを取りにクラックス、このオールドローン一瞬姿が見られたか。 A ショート当たりに行きます。クラックスかなりいい判断となりました。先にショート側を潰したことに恨みがいなくなりましたね。ただ抜けているメイ、このポジションには気づけるか。フラックス、いやショートメイだ。だがメイは負けない。あと30秒スパイクを設置。 A ショートのメイ暴れています。ただシャッター閉まってしまっているので、サイト内飛び降りたアクイラ、ヘブン下にはシュガーゼロ。これちょっと危ないですね。ノーシュミ、壁抜きのヘッドショット、武器もしっかりと回収している。アルティメットもかなり上がっているが、このラウンドはどうでしょう。いや天のポジションいいですね。メインかなり引いた位置なので、そして唯一武器を持っているフラッグ選手がここで落とされる。いやこれで合流している間にちょっと桜井も裏取りに時間を要しますね。そしてこのコズミックディバイドで20秒という時間が稼がれます。桜井の裏取り、すでに天選手は A 側のカバー、メイがブロフェルドを落としている。グラビティウェルの切れ目、カーボールを入れて勝負に行く。うー、クラシック、ノクトリだ。いやー強気だ。エメイ桜井 VS シュガーゼロ、頭にこそ当てましたが詰めるという手もありますが、ライトバック抜けていきます。メイ今回はヘブン下に隠れてるか、倒しましたね。ガイディングライトを避けてのメイ、桜井ここはブレイドストーム落としました。そしてアクイラ残り HP が10ながらも非常に大きいダブルキル。残ったらシュガーゼロ、残り HP は6。風前の灯しんでまさ1キル取って桜井、桜井アクイラと合わせてきましたね。さあスポンガー抜けているのはメイン、強気に勝負を仕掛けるとサイバーケージを抜きましたね。フラッツ中の天がどれだけ粘れるか、もうダワナサイトーク何人いるんだ。ノーセプション
これ時間ないのでここから A はもう寄れません。残り1名。いやこれエースも見えてきた。メイ残った敵ブロフェルド、うん、最後は天が締めました。ただ設置はできたので A 側はリテイク配置です。ノーセプション、これもうスターがないのでこのスモーク1個が消える前に攻めなきゃいけないですね。いやスマイルテイクだ。ヘブン下無視、ヘブン下にはソルダムです。いやこれ出津が隠れてるのには気づいていない。ただ武器がクラチックということもあり心もとない、うん、解除成功しましたね。そしてシュガーゼロテントを切る。ただこのラウンドと逆に勝負に来た桜井、ナイトバックを切り返す。ただカウボールからのエントリー、メイメイが絶好調、一気に倒した、勢いが止まらない。クアドラキル、さらにこれで、いやさすがにソルダムに譲るか、すごい。いや多分ソルダムもこれそうですね、もうヘブン寄っているので上にいないことはバレてますね。そしてまたもこのお得意のリテ回避、この取り返しもう何度も見た。ただここはシュッツが対応しました。同じことはやらせません。さあサイトライン、ソルダムブレイドダメ、来た飛んだ、いやー耐えられるか、またしても飛んでいく、圧倒的だ。